どうも、ハイチです。3月11日に撮影して今投稿しております。なぜかっていうと今日が32歳の誕生日。だからってわけじゃないんですけど、はい、今日ね32歳になりました。で、毎年誕生日に別に動画は撮ってなくって今年も撮るつもり全然なかったんですよ。ただ、登録者の方がね、増えていただいたとかしか増えたっていうこともあると思うんですけど、ツイッターと、ね、メールでね、去年とは比べ物にならないぐらいに、おめでとうのリプをいただきまして、もちろんね、他の YouTuber の方に比べたら全然少ないんですよ。そんなのはわかってるんですけど、でも自分の中では、もう30超えて、毎年こう、祝ってくれる方がどんどん増えていくっていう、もうこの状況が幸せでしょうがないですよね。で、嬉しくって。で、今、正午に撮影してるんですけど、多分ね、これから返すんですけど、空いた時間でリップとかね、メール返そうと思うんですが、全部多分ね、返せない量のをいただいてるんですよ。なので、まあ、ここで一回まとめて、お礼を言わせてほしいっていうのと、どうしても言わずにはいられなかったんです。本当にありがとうっていう気持ちを。なので、ちょっと撮らせてもらってます。全然関係ないから、ごめんなさいね。止めていただいて構わないんで。はい。で、よいしょ、ちょっと下の子が今暴れてますけど。はい、おもちゃどうぞ。ほい。で、改めてになりますが、本当にリップいただいた方、メールいただいた方、ありがとうございます。この時期って、まあ、誕生日以外にも合格しましたとか、点数上がりましたとか、通知を良かったですとか、いろいろいただくんですよ。そう。だから本当、ね、幸せな3月なんですけど、それに加えてね、本当にたくさんの方からいただきまして、いや、もう嬉しくてしょうがないです。本当ありがとうございます。自分がね、ちょっと真面目な話になりますけど、生きる上での方針っていうか指針が、教育で子供たち、学生のみんなを笑顔にする、っていうのが指針なんです。それもずっと昔からそうなんですけど、で教育って勉強じゃないですか。で楽しくないことが多いでしょ。辛いこととか怒られるとかあるじゃないですか。でも頑張って点数上がったとか合格したとか成果が出た時、もちろんうまくいかないこともありますよ。勉強したのに点数上がんないとかさあるんですけど、これあそれ遊んじゃダメねそう。でもやっぱりこうなんか成果が出た時っていうのは嬉しくなって笑顔になると思ってる。それが教育にはできると思ってるんで、もちろん学校教育の人間じゃないから外の人間にはなりますけど、でもその学生のみんながねこう笑顔になる瞬間、だから頑張って成果が出るっていう瞬間が起こるように、その力添えが、できるように、これからも一歩一歩ね丁寧に動画を撮って配信していきますので、32歳になりましたが、今年というか32歳のハイチもどうぞよろしくお願いいたします。はい、という感じで見切り発車で喋りましたが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。そして本当にねリプいただいた方、メールいただいた方で、普段からね本当動画を使ってくださってる方、皆さん本当にありがとうございます。今後もよろしくお願いします。大丈夫それじゃね、バイバイ。